とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。今シーズンのタワーは、序盤がちょっと難しいんだけども、あとは楽勝になってますね。では、何周ぐらい行こうか。まあ、十何周か、頑張ってみようと思います。頼むよ、いいの出てきてくれ。一発目、オートクロスボウさ、使えるようにしてほしい。これ昔一瞬だけ使ったけども、もうそれから使ってない。まあまあ、なんかボスラッシュみたいなので使ったけども、弱かった。もうちょっとなんとかして。もちろんいりませんね。黄金ピグリンは、欲しがる人いるんだよね。コメント欄で欲しいっていう人もいたんだよな。下には特にいいやつがついてない。いや、火炎フォーカスか、ソウルフォーカスか違う。雷フォーカスだった。火炎フォーカスついてた。いらない。チルゲイル、もうすでに持ってるからいらないな。虚無に、悪くはないな。虚無は、速度速いやつは1でも3でもそんな変わりないし、いいんじゃないですか。まあ、チルゲイル、一応取っとこう。次行きまーす。2発目。いや、これはね、物が良くない。物が良くないわ。ツインボウもいらないし、ハープーンもいらない。スペランカーもいらないよ。いやー、2周目悪い。なんかね、イベント装備が出づらくなった気がする。前はね、2、3週に1回は出てたんだけども、最近ね、あんまり見ないんだよね。どうした？なんか、設定下がった？はい。3周目行きましょう。3発目。お！久しぶり。笑いぼうきだな。でも、これは性能が良くないんだ。斧いらない。ビーハイブももちろんいりません。火炎フォーカスか。お！お！ちょっと待って。ヒャ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 って言うた？お、笑うんだ。わららららっていうね。おお、これは装備した時がちょっと楽しいぞ。下には、虚無、重力、あります。これ何がつくだろうな。リフレッシュついてくれれば嬉しい。いや、あ、違うか。どうだ？爆発か。ああ。そうそうそう。つきやすいやつ。そうだもんね。黄金は、パワフルスキルがつきやすいんだったな。はい。全部いらない。次。次はどうだ？まあ、月のダガーぐらいか。ストームランダーはいらない。重力か。まあ、これだったらもうほんと重力ハンマーで十分じゃんっていうところですよ。いりません。弱い。月のダガー最後見よう。輝くハープもね、ハープクロスボウとの差別化がもうちょっとできたらいいんだよね。攻撃力が確かにハープクロスボウよりも、若干上がってんのよね。でも、その若干じゃなくてもうちょっと上げて、3発しか出ないんだから。3発しか出ないんだから、もうちょっと、あと20万ぐらい上げてほしかったかな。まあ、いらないでしょう。いいテンポセフトいらない。月のダガー、下に、クリティカルがある。リフレッシュがある。なんだろうな。追い打ちだったら嬉しい。あと、雷でもいいかな。なんだ？旋風、いらない。当たらんと思う。はい。次。どうだ？続々か。続々はね、もういらない。横から見よう。闇の刀、旋風ダメ。ハイランドは、ダメです。無謀が入るとまずアウトだね。特に1、2、アウト。旋風1もアウト。ダメです。続々スピアード。なるほどね。邪悪な村人特攻か。なるほど。なんか、スキル重複をちょっと試してほしいっていうコメントもありましたね。この村人特攻みたいなのを、なんだ何についてるっけ、あ、骨の棍棒か。うん。についてるんで、なんか全部を村人特攻にすると強いのかどうか。どうなんだろうね。45、45、45% で。強、微妙かもしんない。まあ、出たらちょっと試してみますけどね。まあ、とにかくこれは全部ダメ。ドーン。まあ、いらんかな。トルバドゥールはまあありとして。グリーンメナスどうだ？うん、やっぱグリーンメナスよりもピンクなんだよね。ピンクスコンドレルの方が性能は上。間違いなく。乱射はもちろんいりません。トルバ。火炎フォーカスと、稲妻フォーカスがない。これは間違いなくその2つでしょう。あ、霊気か。あれ、霊気か。うん、パワフルだね。いや、いりませんね。うん、やっぱ防具はもうある程度俺の中ではね、正解がもう決まってるんですよね。クールダウンか、ポーションバリア、ヘルスシナジー、タンブルビー、デスバーター、あと瞬足かな。それぐらいなんですよね。出ない次じゃあ、おし勇者勇者だね。うん、いいよ。生きたツタは、まあ、理想的なやつ持ってるから別にいらないとして。あ、でも下に、あ、いや、ダメだ。多分、フォーカス系がつくわ。あ、無謀か。ありがち。速射いりません。勇者。これも下になつきがちな、最後の叫びと、防護はある。でも、フォーカス系、そして、無謀がないっていうことは外れでしょう。一応見てみるね。ほらほら来た。火炎じゃない。稲妻フォーカス。ダメです。それでは改めて頑張っていきましょう。素晴らしい。素晴らしいラインナップだよ。マントのスカルもいいし、大釜もいい。まあこっちから見ていきましょう。フォーカス系はソウル以外はついてる。最後の叫びもある。いや、いいのつく可能性あるぞ。いや、防護が来るかなんだ。無謀ダメです。無謀はアウト。大釜も欲しいよ。フルメタルと同じ性能でこの可愛さ、最高だね。なんだ防護1かー !3 だったら、まあまあ、って感じだけども。うわ、1はダメ。はい。次だどうだトルバドゥールぐらいか。ハイランドは弱い。トルバ。良くなさそう。マルチロールはいらない。はい。ツタのムチか。今ね、使ってるやつが、黄金に、リフレッシュがついてんのよ。でもワンパンしていくだけのやつなんで、リフレッシュいらないんだよね。いや、でも、なんかいいのがつきそうにねえな。衝撃波な気がする。どうだ？出たリフレッシュ一緒じゃん。しかも1。いりません。凍てつく金属片。重力、虚無が同じところにあるな。スタンはなし。なんだで、こっちに衝撃波、いらない。月の長を流れ込む魂が先についてて、お得だね。なんだクリーチダメですね。せめて3。はい、あと2回やりましょう。はい。お、フロスト、久しぶり見たな。達人は、虚無ありだね。1でもまあ、OK。でも達人持ってるな。俺持ってるわ。なのでいらない。フロストの方が欲しい。横のヤギから見ましょう。ヤギはいらないかな。ソウルフォーカス。フロストスレイヤー。どうだ性能はいまいちなのよ。性能はいまいちだけども、見た目が好き。3であれ。3だったら使えたのにな。いや、今日、なんか1が出やすいよね。調子悪い。あと1回です。それでは、ラスト。パープルとトルバはワンチャンあり。アズールシーカー、弱い。これは、今まで一度も使ったことない。強いの？いやいや、弱いでしょ。高弾速って書いてあるけども、防眼系大概高弾速じゃない？ダメージも低いしね。なんかこういうやつ多いよね。防眼系でさ、使えないやつ。いや、実際使えるのかどうなんだろう。トルバ！ソウルフォーカス1いりません。見えてるね。見えてる。オーバーチャージはいらない。いや、ダメだな。今回結構周回しやすいんで、それだからかな。報酬が全然良くない。悪い。はい。まあまあ、またちょっとですね。やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。